うん、30分なら無料だけいいでしょ。10分ぐらいしかかかるの。あ、俺テンプルの久々結構初めてじゃん。皆さんもお来てください。駐車券をお取りください。町内の案内状況は苦戦中でした。え、苦戦中でしたどうって、自分で取るのなかなかないんだもんまあね、どこが空いたのかな。がどういう人たちかがわからん。おおはあ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 。多分結構執行基盤にやっとかの人たち。ああ、そういうこと。わけね。うん。だってね、執行機付きだったらもう、うん、結構いいよ。そうね。あの全盲デッキよりかは多分こっちの方が。ああ、全然。いいと思うけど。だって違うもん、見える位置があれが。すげえ。そう、でもそのマニアの人っていうのはかなりの人おるよこれ。天気もいいけんかな。昨日雨だったし。あ、ね、あ。あれは。あれがありますよほら。ん？あれ、輸送ヘリなんだっけ。ほら。分かる、あそこの。どれどれ。しょうがないな、止めてやろう。ほら、今ちょうど正面になる。どれどれ。ほら、あそこの。おお、見えた。分かった分かった。名前が今出てこん。なんだっけ、あれ。なんでしたっけあれ。あ、ついでに今、飛んでった。飛んでった。あー、誰か飛んでった。まあ、今いいのが見えたよ、あのヘリは。よし、ギャルの後ろ、お尻をゲッシャー盗撮もう、塗装してないよね。やっぱ、優先じゃないけんだろ。あとあれじゃないと、こっち側からなんかした敵用の罠じゃないとその有刺鉄線と別の罠っていうことで、だからわざとよこれ。うん、すげえな。しかし俺もう俺の車だったらまだまだ全然これうわうわカメラも揺れてますこれはすごいですね激しい。あれ、トンネルの上じゃね。あ、そうそう、トンネルの上ねえ、うん、いや、死ぬ思いしてきた甲斐があったわおー、まあ、普通のヘリと、あ、じゃあかな、あの、消防車なんかあそこ、なんだろう、車がいっぱい止まってますね。ガードマンじゃないかね、仕方が。やっぱ好きなもんばっかりの集まりだね、こっちは。ですね。違う、寝とるやつ持ったお母さんと子供とおばあちゃんだ。こっちの方が多分見応えはあるよね。見応えはある。あ、さっきのマラソンマンを追い越したおーおーおお、いいぞ。
よね。あとはその子供がちっちゃくてのお母さんとか、あ、ね、男の子ならね見せてもね、女の子だったらちょっとね泣くわね。でもやっぱそう考えても、いやあれですな、ここでこんだけ俺ひれえなって今思いよるけったい、その羽田とかに行ったらまだ広いんだろうね。まだ広いでしょうね。ね